最近体が疲れている方、心のイライラが止まらないという方におすすめのリラックスできる呼吸法を2つご紹介します。呼吸はですね、自律神経と言われる体の中の体温調整したり内臓の働きを調整してくれる神経と深くつながっているんですね。今日はその神経を整えていくようなリラックスの呼吸法をお伝えしていきますので、簡単にできます。ぜひその場で、もしくはお布団の中で寝る前などに一緒にやってみてください。それでは始めます。では早速始めましょう。まずは楽な姿勢をとっていきます。床や椅子に座っていただいたり、もしくは寝た状態、立った状態で行っていただいても大丈夫です。座った方は骨盤を床もしくは椅子に垂直に立てるように、軽く背筋を伸ばして、両手を足の上に置きます。肩はリラックスをして、頭を自分の背骨のちょうど真上に乗せるように、少しだけ後ろに引いてみましょう。この状態で目を閉じ、一つ目の呼吸法は4カウントで吸って8カウントで吐く呼吸です。私はカウンターに合わせてアナウンスをさせていただきますので、もし早い遅いと感じた方は自分のペースで頭の中で4カウント8カウントを数えてみてください。それでは1分間行います。鼻から大きく息を吸って8秒吐きます。息を吸う、吐く。たっぷりと吸って、深く吐く。お腹も薄く吸って、背中も伸びます。吐く。肩の力も抜いて、吸って、吐く。気持ちも楽に、吸う。では心地よく息を吐いてから、ゆっくりと目を開けましょう。2つ目は手を使った片鼻呼吸法というものをご紹介します。右手を出していただいたら、人差し指中指だけを軽く折り曲げてみましょう。この時にね、結構キツネさんになる方多いので、何の指でもいいんですけど、人差し指中指を折り曲げて、親指と薬指を使っていきます。手のひらを自分のお顔の方にくるっと向けたら、親指でまずは右の鼻を押さえましょう。左の鼻から息を吐いて、左の鼻から吸います。たっぷり吸い切ったら、今度薬指で左の鼻を押さえ、右から吐く。これを繰り返していきましょう。では親指もう一度右鼻を押さえて吐きます。今回はカウント数特にないので、片方の鼻で思いっきり呼吸をしてから、吐くタイミングで指を入れ替えてみてください。その人によって左右の鼻、呼吸しやすい方、詰まりを感じる方があるかもしれません。諸説ありますが、左の鼻が自分をリラックスさせるための副交感神経の呼吸、右の鼻から通る呼吸が自分を活発にするための交感神経の呼吸と言われています。どちらの通りがいいかによっても、今の自分の状態を測ることができます。では最後、左のお鼻から深く息を吐いたら、手を離して足元へと下ろしましょう。少しだけ目を閉じて、両方の鼻から何度か深呼吸をします。
ではゆっくりと目を開けて、本日は以上になります。皆さんお疲れ様でした。少し気持ちが緩まったりとか、体がなんだか楽になった感覚はありますでしょうか。呼吸ですね。私たちはずっと生きている限りは繰り返しているものになります。ただ日頃忙しかったり集中をしたいものがあったりすると、呼吸が最低限で浅くなっている方も多いんですね。呼吸をするのにもたくさんの筋肉を使っていますので、呼吸が浅くなってくると体自体がバキバキに固まってきてしまいます。そして最初にお話しした通り、自律神経というのは私たちの体をエネルギッシュに活動的にしてくれるための交感神経と、リラックス、体の中、外を修復していくための副交感神経が交互に優位になることによって、体の中、外を健康に保ってくれているんですね。ですが、私たちすごく働き者の方が多いので、現代人はほとんどの方が交感神経が優位になりすぎている場合が多いです。今日は吐く息にフォーカスをしたことによって、体と心をリラックスさせるための副交感神経を優位にさせましょうねという呼吸法をご紹介しました。最近ね、忙しい方、自分の時間取れてない方、なんだかね気持ちがざわざわしたりイライラしやすくて、人にもねいい感情を持てないなっていう時におすすめの呼吸法になってますので、ぜひぜひ思い出した時にやってみてください。今日の呼吸法、リラックスできました、よく眠れそうですと言ってくださる方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。そして次回は一緒に運動をしていきたいと思いますので、通知もオンにしてください。それではまたお会いしましょう。おやすみなさーい。